Thank you.
食らいなさい。わしに任せ。ありがとう。は？うわ。私たちの勝ちよ。強くなれたみたいです。よっしゃ。私たちの勝ちよ。ところでボサッとすんな。邪魔だぜ。どけどけ。はあ、この村の創造しさは相変わらずね。この村は古代の遺跡があることで有名でな。以前
わしらはウルノーガの情報を求めてこの村にも立ち寄ったんじゃよ。ん？クワチャット遺跡の神秘、壁画にて微笑む妖艶なる美女が。え？だってや、うさんくせえな。じいさん、こんなところで何か分かったのか？確かにの。お主が言うようにその時は何の手がかりも得られんかった。今回はお主もおるし、改めて遺跡を調べれば何か収穫が得られるかもしれんぞ。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで奥の丘をこ…
ら、ちょうどいいところに来たな。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの。ねえ、私、壁画のゴリ、ねえ。大丈夫よ、私は村の方。さすが。いや、お前も来たのか。このでかいのが噂の壁画だとよ。確かにこいつはなかなかの迫力だ。で、ところどころ傷もあるけど、思ったより綺麗な絵ね。鍵？あ、もしかしてあれ魔法の鍵じゃない？おいおい、ベロニカ、派手に腹なんか鳴らして、お前そんなに腹ペコなのか？私じゃないわよ、失礼ね。ふん、あんたこそさっきから何よ。へき、やれやれ、これだからお子様。お子様じゃない。あんまり怒るとまた腹が鳴っちまうぞ。なってないってば。だいたい俺は壁画なんか見とれてねえ。見とれてましたー。あれ、どけ。おお、これが夢にまで見た幸福を。おい、なんだあんたら、俺たちが見てたってのに。ん？はあ？お前たちこそなんだ？さっきから壁画を見てたくせに。壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですとも。独占なんてずるいですぞ。そうよ。一旦この場からは離れた方が良さそうですね。ここの壁画の人気、甘く見てたわ。ん？どうした？何か言いたそうだな。ほう、両親とはぐれた女の子を見つけて。そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。おーい！おあ、ダメ。こっちは収穫なし。あなたの方は？彼女しちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心。
方。ありゃ、これは失礼。私はどうです、観光の記念品から村の特産品までお土産。ダメ、みんなで探したけどメブちゃん見つからないのよ。あの子どこ行っちゃったのかしら。ん、おや、もしやこの村で人を探してる。いや、あなたは何かご存知なのですか。ええ、知ってますとも。うちの嫁がね、あいつはこの先で宿屋をやってましてね、職業柄か耳が早いのなんの。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。しかも今後もご贔屓にしてくださるなら、初回に限ってなんと宿泊料をタダに。これはもう、はい、決まり。うちの嫁には伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてください。
ないじゃない。さっきメルちゃんこっちの方に。確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ。ねえ、ちょっとあれ見て。壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか？なあ、変なこと言うようだが、ここに書かれてる奴ら、なんとなく昨日の連中に似てないか？ほら、俺らと揉めたブブーカって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって、宿の女将が言ってたよな。なんだか嫌な予感がするわ。早くここから出ましょう。いかん、様子がおかしいぞ。ダメ、開かないわ。見て、壁画が。なんだこの奇妙。ほんと？おいおい、ま、ねえ、もし、どの道いつまでもここにいても仕方ないし。若いマンには負けんぞ。強くなれたみたいです。
そこにいるのは例のブブーカってやつじゃないか。おい、あんた、そんなところで何してんだ。皆さんはここに集まって何を。それにこの女性の絵、遺跡の壁。どこの誰だか知らないけど、ちょっと自己主張上げすぎじゃない？この美しさがわからぬとは、子供とはいえ愚かよの。どこを見ておる、こちらじゃ。おい、みんな見ろ。動きました。ヒーフ、特にお前だ。お前がどのような色になるか。危険な匂いがプンプンす。
心ですね。若いマンには負けんぞ。やるわよ。せい。いけ。カジちゃん。はあ。はい。そりゃ。そら。わしに任せ。ありがとう。お疲れ様でした。くらえ。
これは一体何？かしらこれ、ここだけ。どうやらこの壁画を発見した人が残したも。私が偶然にも村のそばで発見した数百年前に滅亡した古代プアチャット王国の不思議な壁画。これで人も集まり村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は人間の命を自らの糧とするため、人々の欲望、また欲深くない者の前には少女の姿で現れ、人の善意につけ入って欺き、壁画の中に引きずり込むのだ。少女の姿、それってメルちゃんのこと？つまり俺らはまんまと罠にはめられたってか。行きましょう。早くここから出なきゃ。これは一体？この裂け目、もしかして外の壁画についていた傷じゃないでしょうか。きっとそうに違いないわ。だったらここから外に出られるかも。考えてる時間もなさそうだな。さあ行くぜ。あいたたたた、全員無事かしら。ええ、なんとか。どうやら戻ってこられたみたい。この壁画の恐ろしい真相を早く皆さんに知らせなく。Thank you.
見てあそこ。おじいちゃんおじいちゃん。なになに。この村のね。おほう。壁画の噂を耳にし、旅のついでにた。嘘じゃないよおじいちゃん。あの壁画を見、壁画のご利益。おお、なるほど。おりゃ行ってみるしかないの。あら、それで元気になるのは。嘘。どうしてここに。私の可愛い食士たちが取り逃がしたというの。あなたが言葉巧みに人々を誘導して皆さんを壁画に閉じ込めていたんですね。お願いします。もうこんなことはやめて。壁画の中に囚われている。あんたの正体はもうバレてんのよ。おとなしく。こせっかく捕らえた獲物を解放し、この素晴らしき力は一夫婦があるなら我が世界に。待て、あの方とは一みんな壁画に向かいましょう。Thank you.
始めましょう。こいつでどうだ。はい、うん、は食らえ。
終わったな。こいつでどうだ！
やるじゃねえか。レホイミ。氷の刃よ。お助けします。やったぜ。一昨日来やがれ。Thank you.
お助けします。おととい来やがれ。どんなもんや。わらわは美と芸術の化身メル。やっと元凶のお出ましね。人を騙して絵の中に引き込み丸飲みにして吸収する。はっ、やっぱり悪趣味よあんた。でもどうしてこんなことを。人間などわらわを彩る。ああ、あの方よりたわらわはこの力を、わらわという至高の芸術を彩れること。来ます、お気をつけて。
へいでよ、我が虜になる。こんなもの。元気が一番。ベホイム。そう。そう。そう。ありがとう。あがくでない。マルコゲシア。うんじゃ。こんなもの。無茶は禁物じゃ。ありがとう。熱いわよ。いけ、カデちゃん。ほれ、我が虜になる。おりゃたまらん。よ。こんなもの。そう。でも、そう。これは一体。リホイミ。我が虜になる。これぞ美の鏡。なんとかしないと。負けないわよ。わしに任せ。いや、あがくでない。なんだの。それ、命の光よ。助かった。どうじゃ。うそ、美の糧になる。頑張って。ありがとう。わしに任せ。こんなものあがくでない。もう、そう、ああ、もう。パワー全開。ベホイム。だから、若いマンには負けんぞ。いい感じね。バカな貴様ら一体。おのれ、我が造物主たるあの方。な、ウルノーガじゃと。ウルノーガ様の世が実現。待ちなさい、あなたはウルノーガを知っているの。まさかここでウルノーガの名前を聞くことになるとは。やつは永遠なる命の力。これは、ま、予想外の収穫もあったし、上手。一件落着ってとこが。なんだなんだ、いきなり祠から人が溢れてきたが。はぁ、って、なんだこりゃ。あ、あんたたち。助かった。助かったんだ。元の世界に戻ってこられた。やったー。邪魔めろ、壁画め。元の世界、壁画。なんだって、この壁画がそんな恐ろしい。いや、なんと。
はい、忙しい忙しい。おや、いやあなた方には感謝してますよ。おかげで村は大助かり。幸福を招く壁画ってのはもう、もっとこうしちゃいられない。夜なべして作った壁画の複製旅。やれやれ、あんな事件があったというのにこの村は変わらずたくましい。わしらもこの活気、この地で起きた悲劇と、そういえばお父様、行きましょう。永遠の命の力。